はい、ダメです。はい、オッケー、取らせませんぞ。誰が乗らせるんすかそれで、こいつはもう壊します。邪魔なんで乗らないんで、もう壊しときましょう、この辺は全部。はいはいはい、と、うん、なんかいる。ちょ、マジ FPS ドロップえぐい。マジ FPS ドロップえぐくない？今のとかさ、囲った直後に片マンの足で、これマジで終わってるけどさ、これ結構みんななってるっぽいよね、俺だけじゃなくて。みんな言ってる、これ本当にやばい。これ DFM？ あ、バロラント、バロラントね、ちょくちょく見てたけど、勝ったの見てたね。てかさ、マジみんな聞いてよ、マジ俺は聞いてほしい、この話を。みんなに、最近の大会終わってるからね、普通に俺運が、まあ運っていうか、まあ実力もあるんだけどさ。ちょ、なんかいる、あいつだけ。うっぷんばらしでこいつぶっ殺そう。ごめんな。ごめんな。え、目の前で落ちた。はい、俺を切る。俺よりかわいそうな人いた。え、マジさ、本当にお払いしてもらう案件だよね、本当に。本当に冗談抜きで、お払いレベル。FNCS 準決勝が、準決勝50位中、ウィーク1 52位で、ウィーク2 56位。しかも、ボーダークソ高い。これはね、言い訳じゃない。ただの負け犬の遠吠えなんだけど、ウィーク1に関しては、なんか、ポイントシステムが、なんか無言で切り替わってんだよね。あ、ちょ、ぽい、マッチシステム。ポイント関係なくマッチしますみたいなのが、無言で行われてんだよ。大会の前とかに、ツイッターとか言えばよかったけど、何も言わずに、マッチシステムが変わってんのよ。あれをさ、直前とか、直前に言うのもさ、違うけど、せめて直前とかに言ってくんないとさ、立ち回りが違うわけじゃん。1位の人と最下位の人でもマッチするシステムになってんだよ。ラウンド2だけね。今まではポイント高い人はポイント上位帯に入れられるから、W キーをしない立ち回りになるわけやん。でも、そのマッチシステムが、知ってるか知らないかでさ、W キーするしない、したもん勝ちやん。だってそんなん。だって1試合目と変わんないんだよ。どんだけうまくいってても。だから逆に最初こけた人はマジで、最初こけた人はマジで辛いし、もう戦い方が変わるし、そのおかげでボーダーがめっちゃ高くなるし、正直言っちゃえば、今までのポイントシステムだったらマジ絶対通れてたのに。だって俺、ビクロイト2位だよ。確か。ほぼポイント稼げてて、突破分ぐらいの。あ、通ったわって思い、慢心しながらやってたら全然通れてないの。それでまあ52位と、まあウィークスは普通に落ちた。ウィークスは普通に落ちて56位。56位だよ。あと2ポイントとかだったボーダー、それも。ウィーク1もあと2ポイントとかで、ウィーク2もあと2ポイントとかで突破。オーマイガー。どう？更新前49位だったからもう無理です。は？ 49 なの？更新前で49位だったからもう今更新したから。あー、51なんだけど。え、51？ 今51。え、今51なら51じゃね？最悪。え、あと1ポイントじゃね？ポイントだ。チータイないの？チータイない？チータ。またライブマッチがあるわ。ラストマッチ。高すぎ、ポイントマジで。佐合さんの試合が14人。あー、ジャイモンさん28人。あー。45位だったんでしょう？52。もう落ちたか。うわ、はあ、マジか、マジか。マジローはマジでやりたくないんだよな。56位だ。もうなんか前シーズンもさ、なんか結構呪われてたけど、今シーズンめちゃめちゃ呪われてる。デュオキャッシュも俺1試合目めっちゃ完璧物資でめちゃめちゃキルムーブ成功してたのね。でもう柔軟キルとかしてて、もうメダリオンも全部持ってて、ミシックも全部持ってて、物資完璧、敵倒し行こうっていうさ、もう W キー絶対成功できるっていう試合でまさかの待ち切られる。え、蹴られた。そのデュオキャッシュもあのキルムーブマッチ成功その後しなくてギリまたギリで突破できなかった。それも
それもギリだった。本当にね、あの聞いてほしいっていうか、もう聞いてほしいだけ。あの呪われてるマジで今シーズン。なんか死んだ。これいける。はいどうも、外しまーしかもそうだ、今シーズンからリージョンロックが解除されて、リージョンロックっていうさ、なんかその別地域もデュオキャッシュとか出れるようになったのさ。今までは設定っていうか、その規約的に出れんかったんやけど、それがもう海外全部もうどこのサーバーも OK っすよみたいになったの。中東のデュオキャッシュ参加したのね。それも、あと8ポイント、6ポイント?あと6ポイントぐらいで、60位とかで、今週1また60位とかで落ちて、それも。OK、キル取った。え、367だよ。今何位 ?367、あるんじゃね?え、58位なんだけど。もうなんかね、呪われてる。本当に今シーズンはね、何かがおかしい。全部マジでギリ、あと数ポイントで全部落ちる。なんかわかんないけど、ディズニー行き過ぎ。ディズニーもあれ結構前に行ったの。しかもあのディズニー全然前よ、競技始まる前に行ったはず。多分1ヶ月前ぐらい、あのディズニー。もうね、今シーズンはね、マジ呪われてる。本当に本当に呪われてるシーズンだと思う全部。いやでもマジで自信今シーズンはあるから、興味期待しててほしい。なんやかんや生やしたら23キルビクロできたわ。GG。